ウニッチ、今週のテーマは東日本大震災津波の事実、教訓、発信、岩手三陸復興フォーラム開催。東日本大震災津波から得られた教訓の伝承や復興に向けた取り組みを発信する岩手三陸復興フォーラム。今年度は神奈川県が会場となり、防災力の向上をテーマに達増知事と黒岩神奈川県知事との対談やパネルディスカッションを行いました。県内でも今月26、27日にフォーラムを開催します。26日日曜日の全大会では沿岸地域を中心に活動しているゲストによる基調講演とパネルディスカッションが、27日月曜日の内陸報告会では県外自治体などから岩手県へ派遣されている応援職員による活動報告、沿岸報告会では釜石市内の現地見学を行います。特に商業とか業務のエリアをこう再建することと、あとはその持続的な街づくりを行っていく役割をいただいています。震災後に事業再建された事業者さんたちのこうエネルギーとかですね、気構えとか、まあ、いろんなところが素晴らしいなっていうふうに思って日々接しているところですので、まあ、そういった皆さんの活動を皆さんに知っていただけるような機会にしたいと考えています。震災があってからずっと助けていただいているのでありがとうということですね。それを伝えたいと思ってますし、震災発災時の課題と、まあ、例えば3年後の課題、今の課題って全くこう違うんですけれども、その過程のお話だったりとか、今町がどういう状況になっているかとか、どういう形で課題と向き合っているか、向き合う姿勢についてのお話もさせていただきたいなと思っています。震災からの復興の歩みは岩手震災津波アーカイブでも発信中ですので、こちらもぜひご覧ください。フォーラムに参加して復興のこれからをみんなで考えましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。